オフィシャルサイトをご覧の皆様、こんにちは。ケラマップ第8回公演、修道女たちに出演いたします、鈴木浩介です。そうですね、ケラさんの作品は出るものじゃなくて見るものだなという印象です。ちょっと難しそうなので、ケラさんの作品見て僕本当にちゃんと理解できてるかなって思うことが結構多々あるので、でもやっぱり好きなので毎回拝見させていただいてます。本当にね、初共演の方が多いんですよね。小川さんも伊勢さんも伊藤さんも松永さんもなくて、美之助さんと犬山さんすれ違ったぐらいで、で、ひとみさんもドラマの時に、ご一緒させてますけど、だからひとみさんが一番このメンバーの中では一番共演回数が多いんじゃないかなと思うんですけれども、ひとみさんはそうですね、ひとみさんがよく行く、犬と一緒に行くあるホテルがあるんですけど、そこ活用させていただいてます。修道場に関してはですね、硬いパンと質素なスープっていうイメージですかね。聖職者については覇権争い、なんですかね、僕ケン・ホレットの大聖堂っていう作品が好きなんですけど、それがもうなんですか、その権力闘争とかそういうのが壮大な話だったんですけど、だからもう聖職者って聞くともう、もうなんですか、取り合いしてるみたいな、そういうイメージになっちゃってますね。まあ絶対そういうことはないと思うんですけど、あとはもうあれですかね、ゴスペルですね、修道場は。はい、やっぱケラさんの演出初めてやっぱり受けることができますので、やっぱそれにちゃんと食らいついていけるのか、期待というか、ちゃんとケラさんの演出についていきたいなっていう気持ちはあります。はい、修道女たち、すごく面白い作品になると思いますので、ぜひ劇場に足をお運びくだされば幸いです。